社長に今朝の朝礼は私も参加するようにって言われて早めに来たんです。駅からタクシーに乗っちゃいました。あ、社長が来ましたよ。おはよう諸君。今朝は音無君が休みなので私が朝礼を行うとしよう。まず我が事務所からトップアイドルが誕生したことを祝わねばならないだろうね。ご苦労だったね。君たちのアイドルアルティメイトでの活躍、本当に見事だったよ。おめでとう。ありがとうございます、社長。以上で朝礼を終わる。では今日も頑張ってくれたまえ。ん？ねぎらいが足りなかったかね。そういえば一つ大事なことを忘れていたよ。君たちに紹介したい人物がいるんだった。新人のアイドル候補生だ。しばらくは見習いとして勉強をしてもらうつもりだが、いずれはデビューしてもらうことになるかもしれない。いろいろ教えてやってくれたまえ。おはよう。自分ガナハ響、今日からナムコプロで頑張るぞ。よろしく先輩。響ちゃん、どうしてここに。なんか面白い動物がナムコプロに入らないかねって声かけてきてさ、珍しいから飼いたいなと思ってついてったらいつの間にかここにいたんだよ。いやは、照れるね。あと自分のペットたちなんだけど、今まで黒いプロが餌代とか出してくれてたんだ。でも自分ナムコプロに移るから、今後はナムコプロで餌代よろしく。そうだな、仕方ない。君の給料から引くか。さあ文句ばかり言ってないで働きたまえ。働かざる者食うべからずだ。そうそう、なんくるないさ。しっかり働くんだぞプロデューサー。お仕事行きましょうかプロデューサーさん。うわ、大丈夫かね天海君。
Let go.